坂田隆は、日本の生理学者、農学博士、前石巻専修大学学長、愛知県名古屋市出身。1951年愛知県名古屋市生まれ。父は、写真家の坂田実、母は、長唄林演奏家の坂田清子と四世二代目若子米。1969年愛知、県立朝日川岡高等学校卒業。 1973年東北大学農学部、卒業。1978年東北大学大学院、農学研究科畜産学専攻博士課程修了。農学博士博士論文の題は、生命用の第一粘膜に及ぼす、揮発性脂肪酸の影響。その後、ドイツホーエンハイム大学研究院や、ドイツハノーファー獣医科大学研究院、 ヤクルト本社中央研究所研究員を経て、1989年、石巻専修大学理工学部基礎理学科助教授に就任。1997年度工学部基礎理学科教授。2005年度理工学部長。2007年石巻専修大学学長に就任。2016年人気満了に伴い退任した。在任中に、 東日本大震災が発生し素早い危機管理と地元貢献でキャンパス敷地を被災者に解放。また自治体や自衛隊からの依頼を心よく受け入れ、活動基地として提供した。スポーツは高校、大学を通じてボート部で活躍。専門は比較栄養生理学、食生活学、食品科学、消化器内科学。特に半数以、消化管内細菌。 タンクサリ脂肪酸、消化管内容物の物性を研究。大腸生理学研究の第一人者。博士論文書誌データベース、石巻先修大進学長に、お池氏。し、河北新報オンラインニュース。 <ッ> http://sp.kahoku.co.jp:/tohokunews:/201602/2016022613037HTML2016 年2月26日、閲覧。ありがとうございます。